イギリスのウェールズ南部、ケルフィリーの中心にある城郭。城郭の規模は、ウェールズ最大で、イギリス全体では、ウィンザー城に次いで2位である。二重の塀に囲まれ、大規模な水濠に囲まれた盤石の守備を誇る、要塞として知られる。ウェールズ政府の歴史遺産管理機関キャデュが、観光地として管理している。図解、A 西ゲートハウス B 難腰。 グレートホール D 内部区画 E 中部区画、海北の土手 G ホッコ H 東ゲートハウス、I 南ゲートハウス J 南ダムプラットフォーム、K 水車イルフェルトンの都 M 外東堀、A の外側メインゲートハウスを北、ダムプラットフォーム P 北ゲートハウスケルフィリー城が、ある天然の土手の先端は、ダムを作るために、湖が改作されており、堅固な湖の防壁として機能している。ダムは、 城の両面の守備を固め、またケルフィリーの町への城門としての役割も持っている。城の主要な建物がある中央の島の敷地は、城門から木内の庭、塔に至るまで、硬い壁で包囲されている。さらに西の島へ向かって、石で補修された掘割が改作されているが、護岸工事は未完成のままである。他、城の北の方面にも掘りが改作されている。 北には土手と堀を築くために、ダム工事の最終段階で、湖は拡張され、新たな湖が形成された。西へ通じる堀は、ダムの中心にある詰め所の完成によって西への通路が提供された。城の最も広い部分は1268年から4年かけて築造された。以降、城の北にあるダムを除き、ほんのわずかな修正が加えられた。 城を囲む堀の面積は30約エーカーであり、その規模はヨーロッパ最大級である。上空写真13世紀に建造されたウェールズの城の多くは、エドワード一世の厳重な管理の下で築城されたが、ケルフィリー城はそれらの城とは異なり、当時ケルフィリー一帯の領主であった、ノルマン人のギルバート・ドクレアによって建造された。追記の目的は、 グラモーガン地方征服作戦の一環で、ライバルであるルエリンアップグリフィズ港の南方への進行を防ぐためであった。グロスタークとグリフィズ港の紛争はしばしば起こり、1270年に城は焼かれ、1271年にイングランドをヘンリー3世への介入を受けることとなった。そして彼が派遣した司祭によって一時期城は管理されていたが、 グロスター博はすぐに所有権を奪回し、ボ没するまで城を支配した。1294年のマッテ末脚ピールワイリン反乱、1316年のルウワリン・ブレン放棄、1326から1327年、イングランド侵攻で攻撃を受けた。グロスター博ギルバートの死後は、エドワード2世の長身、ヒューデスペンサーが保有したが、後にヒューは失脚し、 ケルフィリー城にも軍勢が差し向けられることとなる。この際、ヒューの部下達は牢城戦を展開し、数ヶ月間攻撃を耐えしのいだ。15世紀以降は牢獄として使用され、その後ペンブルック博、ヘンリー・ヘルベルトが居城とした。1583年、城はトーマス・ルイスが借りたが、彼によって拡張などが行われ、原型を失った。1776年に、 初代ビュート公爵ジョン・スチュアートが城を取得した。彼は後輩を防止する措置を取った。そして炭鉱で潤っていた総村第三代ビュート公、ジョン・クライトン・スチュアートは中世に深い関心を持っており、建築家ウィリアム・フレームに全体の調査を指示し、1870年代に大ホールの改装を行った。また公爵は、 敷地の端まで建てられた建物を除去するために、その建物の買い戻しも行った。第四代ビュート公ジョン・クライトン・スチュアートは、熱心な修復家で、1928年から1939年の間に大規模な修復プロジェクトを発足させた。1950年代から60年代に、当や建物の再建、池の復活、周辺の市街地の整理などが行われた。 21世紀にウェールズの歴史遺産保護部門キャデュの所有するところとなった。また e n スケジュールドモニュメント第一級指定建築物に指定され保護されている。現在では観光地となっており、2つの橋の間には商店があるほか多彩なアトラクションが催されている。2006年の観光客は9万人に達した。城のホールでは 結婚式を開催することも許可されており、ホールには100人以上を収容できる。城の北と南に広がる湖では釣りをすることもできる。ドクター・フー、魔術師・マーランなど様々なテレビ番組で登場する。新京都革命の際、敵の砲撃によって爆破された塔が重度の角度に3メートルも傾いた。傾いた塔は現存しており、観光スポットとなっている。 また、ケルフィリー城には、夜な夜な騎士の亡霊が出没するという期段がある。カイアンフィリーキャッスル・アット・ BBC ・ウェールズ・ヒストリー、ハット・ A.B. ・ニューマン、ジョン・ザ・ビルディングス・オブ・ウェールズ、グラモーガン、ロンドン、UK、ペンギン、ISBN 978から0から14から071056から 4P169 連、デレック・カイアンフィリーキャッスル、カーディフ、UK、 キャデ ISBN 978から1から857600827、P22、デイビーズ、ジョン、カーディフザ・マーク・ウィス・オブ・ブテ、カーディフ、UK、ユニバーシティ・オブ・ウェルズ・プレス、ISBN 9780708324639、2, p 7 5ト連ン二千二 P22 デイビーズ1981、P30 連2002、P23 連2002、 P23 カイアンフィリーキャッスルガテ放セ、2012年12月8日閲覧バックグラウンドペーパーツーリズム2008カイアンフィリーカウンティーボロー2012年1月21日閲覧ケルフィリー城ありがとうございます